はい、皆さんお待たせいたしました。本日は5月の11日木曜日、墓場の画廊インスタライブです。このインスタライブでは墓場の画廊にて現在開催中のイベントやグッズ、また今後販売する装備などをご紹介していきます。ただいま墓場の画廊ではジューシーサンダーライガー展を開催しております。2020年に、惜しくも引退された伝説的マスクマン、ジューシーサンダーライガーが、現役時代の激闘の軌跡や個人秘蔵グッズの公開に加え、永井豪先生によるアニメ版、そして漫画版ジューシーライガーも、今あえて振り返る特別イベント。会場内では、未だ記憶に新しいライガー選手の激闘の歴史を年表で一挙に振り返るパネル展示や、ライガー選手の現役時代の私物や個人で所蔵する大量のマスクコレクションなど、思わず心が燃えるパネルを展示中です。さらにイベントオリジナルの T シャツやキャップなどの新作アパレルアイテムや、ライガーピンバッジ、ライガーアクリルキーホルダー、ライガー湯飲みやライガー手拭いまで垂直落下式に物販コーナーを展開しております。こちらはですね、来週15日、月曜までの開催となっております。まだ来られてない方、今週末がね最後のチャンスになると思います。明日からはね、もうプロレスファンの方にはおなじみかと思います、ベストオブザスーパージュニア、30ですね、30回目の記念大会が開催されますので、そちらコラケホールね、見に行かれる方もコラケホール前に中野ブロードウェイに寄られてはいかがでしょうか。こちらは来週15日月曜までの開催となっております。また遠方の方、新作グッズはですね、墓場の画廊オンラインストアでは販売しておりますので、ぜひともそちらの方ご活用いただければと思います。皆様のご来場心よりお待ちしております。さて続きましては、今後販売するソフビをご紹介したいと思います。ゴールデンウィークも終わりまして、またね、墓場の画廊いろいろなソフビを販売させていただきます。今日はねたっぷりと様々な種類があるということなので、最後まで楽しんでいただければと思います。いつものように、ね、こちらにございますいいねボタンの方をバン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 プッシュしていただいたり、コメントの方で盛り上げていただければと思います。さあ、そういうわけでございまして、本日もこの方にソフビをご紹介していただきましょう。お願いいたします。俺の名を言ってみろ。ユシでーす。どうもー。今日もよろしく。オッケー。シャイーン。皆さん元気ですか。ね、久しぶり。今日は、墓場の生誕祭、始まってですね、もう5月だいぶ盛り上がっております。まあ、2週間ぶりということでね、今日もちょっと結構ボリュームありますので、楽しんでください。さあ、行ってみましょう。ユーシーのワクワクソフビ情報。イエス、オッケー。はい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 。じゃあまず一発目。うん。お、いきなり来ました。ねえ、他にも巷では、ツイッターはもうね大盛り上がりでございますが、来た暗黒民の皆様、ヤミヤミガングです。墓場の生誕祭におなじみ暗黒エンターテインメントがもう一つのブランド、ヤミヤミガングからブワを送り込んできたぞ。ブワー、うん、ノーズイの集合体のような、そうノーズイの集合体のような造形なんです。クマ、ノーズイのようなクマ、ブレインベアーが名前の由来となる本作。うん。全高約 9.5 センチの手のひらサイズに凝縮された同社らしい作り込みが、驚々しさと愛らしさを醸し出す奇遇な一作となっております。今回は前作バカクトゥルフと植物怪獣オツ式で好評を博した蛍光蓄光から4色同時展開となります。4色同時展開。うん。通常時と暗闇での発光時の2度楽しめる成形色が、レッド、オレンジ、イエロー、グリーンと揃っているので、お好みの色を選んで応募してほしい。お一人様1点選んでください。うん、2つ選んだらもうその場でアウトですよ。癖になるキモ可愛さの虜になった方は、各色限定10体。うん、少ない。高き壁を乗り越え、お迎えしてほしい。ブレインベアブワ、ヤミヤミガンから登場です。抽選受付5月の11日木曜日、5月の11日、今日だ。もうさっきも
始まってますね。さっき始まってます。まあ、今日今やってますよ。抽選中。うん。明日の23時59分までとなります。はい。じゃあちょっとね、見てみましょう。こちら、蛍光チッコ。ね。3作目となります。こう、かわいいですよね。で、まあ、塗ってないので、まあ、ガシガシ遊べます。お出かけにもちょうどいいサイズ、9.5 センチ。ね。手乗りサイズの、ブレインベア、ブアちゃん。オレンジ、グリーン、レッド。そして、イエロー。こちらすべて、蛍光色でありながら、蓄光剤が混ざっているので、まあ、光ります。ね。ぼわっと光りますよ。はい。じゃあ、蓄光ビームを当ててみましょう。ビガーね。はい。まあ、光り方は、やっぱ黄色が一番光るんじゃないかな。まあ、それぞれありますが、うん。あなたのお好みのカラーを、どれか一色選んで応募してください。ただいま絶賛抽選受付中でございます。闇闇ガングロブワーネクスト、ありがとう。はーい、続きまして、うん、来たよ来たよ、みんなね、これを待っていたんでしょう。墓場の生誕祭に大人気メーカーギャロミ先生、今回も登場だ。ギャロミオイドグレイブドスン、いいぜいいぜ。同社のファンにはおなじみの看板キャラクターが満を持してオイドシリーズに仲間入り。ギャロミオイド、巨大な一つ目に獣のような腕、うん、強そう。大きくうねる尻尾、尻尾がついてます。クトゥルフシリーズね、皆さん、お持ちの方いらっしゃる方も尻尾ないでしょ。ギャロミオイドにはついております。はい。妖怪的な要素をポップにまとめたデザインに要注目。首元に巻かれたチェーン、破かれた服からはみ出した毛など、細部にも抜かりない一品だ。今回は、墓場の人妻マークが映えるブラックのダウンを基調に、ガンメタとメタリックレッドでシックにまとめた墓場の画廊限定仕様でのお届けとなります。全身を包むイブシ銀の輝きと深みのある美しいレッドが絶妙なバランスで調和したファン必見の一品だ。うん、ギャロミオイドグレイブ、ね、もう大変な反響を呼んでおります。こちら抽選受付、明日5月の12日金曜日18時から5月の14日日曜日23時59分まで墓場の画廊のホームページね、抽選しますので、明日ね、必ず入れてくださいね。参加しないと当たりませんよ。ギャラミオイドグレイブ、さあ見てみましょう。まあ、まずこの目がね、一つ目がこう渋いでしょ、大きな目があります。そしてこと黒とシルバーと赤でまとまった、うんね、この引き算の素晴らしいこの彩色いいでしょ。はい、この尻尾もね、結構しっかりとした尻尾がついております。うん、まあ、墓場の画廊初登場のギャロミオイド、この機会にぜひ。 NEXT! OK! 続きまして、はい、今月も香港から登場しますよ。プラネット X ジラソンだ。でかいでかい、うん、ジラソン、人気メーカープラネット X が大怪獣ジラソンを送り込む。日本初登場となる 本作はマッシブなプロモーションと全高約 27.5 センチ、ね、でかいです。大きさが有無をも言わせぬ存在感を放つ一品。どうもそのものといった表情、超パワーを発揮することが感じ取れる分厚い胸板、極太の腕が醸し出す迫力は絶品だ。全身くまなく刻まれた繊細な皮膚の彫刻や大きくしなる尻尾のシルエット、うん、尻尾がね、これしっかりついております。尻尾のシルエット、立体映えするポイントへの細やかな配慮にも注目してほしい。今回は体内に秘めた高い熱量を表現したかのようなバーニングエディションとしての登場でございます。漆黒の成型色に赤と黄色のグラデーションが実に映える美しい仕上がりとなっている。
充実の仕様で襲い来る怪獣の中の怪獣を撃撃せよ。こちらは次週となります。プラネットXさん、なかなかね、手に入らない、オリジナルソフィーでございますが、今回受注5月の31日水曜日12時から6月の11日、23時59分までの受注となります。この機会ね、プラネット X ジュラソン欲しい方は、まあ、受注なんで誰でも、必ずゲットできますんで、チェックしてみてください。バーニングエディション、ちょっとね、ふふっと笑ってしまうような色合いではございますがね、この背中の感じもいいでしょ、バーニングな感じでございます。かなりでかいです。で、迫力のジラソン、この尻尾もあるんでね、この奥行きもそれなりに必要なソフビではございますが、部屋にこういったビッグなソフビがあるとね、またちょっと彩り豊かになって良いかと思います。ジラソン、ぜひ NEXT。 OK、 さあさあ、どんどんいきますよ。はい、ゆうきデイドリーマー、九州からやってきた墓場の生誕祭に、ご存知ゆうきデイドリーマーからの使者、ダイノワン来たぞ、ガオー。ダイノワンが地雷とともに登場。ドスン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 。人気の恐竜をかっこかわいくデフォルメしたデザインに、同社お得意のギミックを備えた本作、あとでちょっとグリグリします。立派な体格に強い意志を感じる瞳が印象的な通常時、これが通常時、頭部を回して大口を開けた第二の顔、やってみましょうか。こうね、はい、まず第二形態、これ第一形態、通常時ね、ダイノワン、ギャオー。そしてこうぐるっと回すとね、またこのカバのようなというかね、こっちパワーファイター的な恐竜に変身します。こちら第二形態、ギャオー。そしてさらにトリケラトプスを思わせる四足歩行の形態へと圧巻の三段変形。はい、第三形態はここね、ぐりっと回しますね。で、頭もぐるっと回して、手も回します。あ、ごめんなさい、顔はこっちだ。よし、こうだ、どうだ、こちら第三形態ね。はい、四足歩行の怪獣に早変わりします。はい、戻しますね、ぐるぐるぐるっと。あれ、こうか、お、こうですね、失礼しました。遊べる、これは面白い。ユキデイドリーマーのね、こう、お家芸の変形ソフビでございます。今回は色ですね、見る角度で落ち着いた緑から金へと変化する変光グリーン成形色仕様、変光グリーン、新しい。要所を引き締めるメタリック塗装と相まって、まるで美術品のような仕上がりとなっております。動かして遊ぶというソフビ本来の楽しみを追求した要注目アイテムだ。こちら抽選です。5月の17日、来週水曜日18時から5月の18日木曜日23時59分までの抽選販売。ゆきさんのファン、ね、とてもこれ色がね、なかなか写真とかじゃこう伝わらないんです。あ、これね、ちょうど光ってるんであれですけど、とてもなんでしょうね、玉虫色というか、こちら塗装ではなく成形色なんでね、こう遊べます。そしてね、第2形態、第3形態と、第3形態もう一回やってみます。こうか、こうだな、こうだ、よし、はい、こちら第3形態、ね、一つで三つ遊べるね。すいません、語彙力なくて、変形ソフビダイノワンでございます。はい、こちらも抽選販売、ぜひチェックしてみてください。実物飾ってありますので、ぜひね、この色がすごいので見に来てもらえればと思います。墓場の画廊に展示してあります。
NEXT OK。 さあ続きまして、これだ、うん、こちらも初登場のソフビデです。墓場の生誕祭にコンビクト久しぶり。ダガング堂が放つスペシャルな資格ネバー X が襲来。ガオー、うん、両者共同企画のもと、スカルヘッドバット製ボディに新規造形のヘッドをドッキング、誕生したのが本作。某映画登場の幸運を呼ぶドラゴンを思わせる、ヒゲや鱗が刻まれた顔面には無数の牙がずらりと並び、凶悪な表情を演出。うん。ね。某映画の、あれです。全体を包み込む、細やかな彫刻により、怪物的なボディと見事に調和した仕上がりに要注目だ。今回は蓄光成形にマットなブラックで拭き取り塗装を施した凝った仕様でのお届けとなります。渋い。要所にレッドとシルバーを効かせてシックな雰囲気でまとめた通常時、亡霊のように不気味な暗闇での発光時蓄光です。ガラリと変わる印象の違いをぜひ楽しんでいただきたい。二大メーカーコンビクト、ダガング堂がスクラムを組んだソフビズピ見逃し厳禁の一品だ。うん。こちらも抽選販売、来週5月の19日、金曜日18時から、5月の21日日曜日23時59分までの抽選販売となります。はい、スカルヘッドバットご存知のね、ボディに、この、ね、あの音楽が聞こえてきそうですよね。 Never any story ですね。はい、チコです。じゃあチコビームをビビッと OK。 はい、うん、光るでしょ。これ結構ね、いい感じに光ると思います。この拭き取り塗装でね、この陰影もしっかりとこのディティールも見えてかっこいいと思いますよ。うん、オッケーオッケー。ネバー X 初登場、要チェックです。デクスト、オッケー。はいはい、続きまして、はい、マックストイ墓場の生誕祭、まだまだ続きますよ。人気メーカーマックストイがデュアロスを送り込む。デュアロス、みんな知ってるかい？デュアロス、うん、墓場の画廊初登場となる本作は、相当怪獣の別名通り異形のシルエットを持つキャラクター。全く異なる表情を見せる2つの顔、うん、2つの顔、相当怪獣です。曲線と直線を使い分けて仕上げられた左右のトゲなど、細部までこだわった彫刻が目を引く一作だ。今回はレモンイエローの成型色に鮮やかな彩色を施したレトロポップバージョンでのお届けとなります。デザインの要となる左右の対比にはメタリックなピンクとブルーを用いて、ソフビ人形らしいアクセントとしているのにも要注目。南国帰りのようなカラフルな色味と怪獣らしいゴツゴツとした造形が絶妙にマッチした一品だ。うん、色がいいでしょうね。すごい、このレトロポップバージョン、こちらも抽選販売です。5月の25日木曜日、5月25日木曜日18時から5月の26日金曜日23時59分までの抽選販売となります。はい、マックストイのオリジナル怪獣です。デュアロス、相当怪獣デュアロス、この色がいいですね。成型色はレモンイエロー、うん、とても綺麗です。はい、このね、2つの頭、この色のバランスがとても綺麗だと思います。この後シルバーのね、引き締めてるシルバーが、もうこれ結構やたら光ってる。これね、どんな、ね、シルバーなんでしょうか。こう、テカリがすごく綺麗な、うん、仕上がりでございます。彩色もすごく素敵な、相当怪獣デュアロス。マックストイから着弾ドスン !NEXT! OK! さあ、次は、来ました初登場、墓場の画廊センター祭に、当画廊初登場のソフビメーカー、ターンナップトイズが代表作のマルウェアビースト、バグルベアで参戦だ。バグルベア、やってきたぜ、墓場の画廊にも。ありがとう、画廊くん。うん。
アーティストソフビの世界に感銘を受けた同社の主催ガロ氏がマルウェアというコンピューターウイルスに代表される悪意あるプログラムやソフトウェアを総称する言葉をキーに生み出したのが本作、うん、それにのっとり顔面に刻まれたエラーの文字や自作のドールアイコアを埋め込んだ背面をはじめ全身にこれでもかと詰め込んだ衣装を同じコンセプトで統一、うん、この足の裏も素敵スタイリッシュにまとめつつも抜群の情報量を備えた見どころたっぷりの一作に仕上がっております。今回は墓場の画廊コアバージョンとして幾重もの塗装工程を経て魅惑的な光沢を獲得した仕様でのお届けとなる。モノトーンで彩色された文字部分と複雑な面構成を際立たせるエッジに配されたメタリックレッドの美しい対比に注目してほしい。こちら限定10体少ないですよ。限定10体という高きハードルではございますが、本作に観戦希望の方は見逃し厳禁だ。観戦希望の方は見逃し厳禁。コア、このね、ドールアイというか、これも自作の目でございます。うん、こだわりの一作。もちろん抽選販売。5月の23日火曜日18時から5月の24日水曜日23時59分まで抽選でございます。バグルベア、うん、サイズ感的にはこれくらいですね。はい、はい、もちろん立ちます、ね、いいでしょ。これも急激にね、お客さん本当にコアなファンの方もどんどん増えて、もうタンナップトイズのバグルベアの感染者増えておりますがね、墓場の画廊でゲットするチャンスでございます。ただ限定10個、うん、非常に少ないです。幾重にも塗り重ねられたこの極塗装、ぜひねじっくりと眺めてほしい。情報量が半端ないバグルベアが墓場の画廊に初登場だ。オッケー、デックス、いいねいいね、さあ行きますよ、うん、はい、こちら前回ちょっとねご案内させていただいておりますが、墓場の画廊にケムール人再びやってまいりました。ケムール人、前作ケムールワインリミテッドボックス付属のソフビがファンからの熱いご要望にお答えして単体での登場となります。前回はね、専用ボックスに入ったワインと一緒に入ったですね、セット販売となってたんですが、今回はソフビだけでの販売となります。プロデュースは新品プロモーション代表の俳優古谷敏氏、ウルトラ Q 制作時にケムール人を演じたご本人がヘッダーに直筆サインを入れた贅沢なアイテムとなっている。そう、ねケムール人、そして初代ウルトラマンを演じた古谷敏さん直筆サイン入り、このヘッダーがソフビと一緒に入ってまいります。もうお宝としか言いようがない。ボディは M1 号ね、ケムール人 M1 のケムール人と、そのケムール人を演じた古谷敏さんの直筆サインがヘッダーに入ったお宝アイテム、残り少ないんです。はい、こちら今発売中、オンラインの方が今現在ちょっと売り切れております。店舗の方は少しねまだございます。そして、オンラインサイトの方も来週かな、今週末かな、少し入ってくる予定でございますので、まだねぜひ、欲しいという方はねこうちょっとチェックしてみてください。店舗の方にはまだありますんで、明日よかったらね、今週末もあるかもしれません、買いに来てくれませんでしょうか。はい、こちらは通常販売となっておりますので、中野店、そしてオンラインストアはもう少しで少し、入ると思いますので、ぜひチェックしてみてください。ケムール人よろしく。OK、 続きまして、はいはい、マックストイもう一発、長い号ヒーローレスデン、うん、今開催中です。人気メーカーマックストイのマジンガー Z がやってくる。チッコーマジンガー、満を持しての登場となるのは
前回発売時に即完売、再販リクエストが非常に多かった蓄光版。2年ぐらい前ですかね、もうちょっと前かな、コロナ前だよね、あの発売させていただいて、その時はもう本当に即完でした。ね、蓄光版、ぜひ、数々のこの造形でですね、いろんな色のものが、墓場の画廊からも出しておりますが、まあ、特にね、あの再販の声の大きかった、蓄光バージョン、この機会にね、ぜひチェックしてみてください。今回も通常バージョンとジェットスクランダー付きの2種がラインナップするので、お好みで選ぶか両方行くかはあなた次第。もちろん両方行くでしょう。うん。再販の時を待っていた方はもちろん、新たに興味を持たれた方もこの機会をお見逃しなく。発売日5月の13日、次の日曜日ですね。13日土曜日、土曜日ですね。土曜日、今週の土曜日11時から墓場の画廊中野店、そしてオンラインストアにて、同時販売になります。時間は朝11時、11時からオンラインストアと中野店の方で、販売いたします。こちら再販となりますが、またね、数量もそんなに多くないのでなくなってしまうかと思います。通常版、そしてジェットスクランダー付き蓄光でこれバッチリ光りますね。彩色のセンスも素敵だと思います。マジンガー Z2 種、今週の土曜日発売でございます。ぜひ。 OK、 さあ次いきまーす。はい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 。うん、 US トイズ。 OK、 墓場の生誕祭に老舗メーカー US トイズのジャイアントカネゴンがやってくる。ジャイアントでかいよね。 OK、ウルトラシリーズキットの超有名怪獣を全高約36センチものビッグサイズでソフビ化。大人気の本作が久々の登場となります。頭部の動きに合わせて視線を変える瞳のムービングアイ仕様。うん、目ね、これムービングアイでございます。肘に、可動部を設けたことで生まれる幅のあるポージングなど、遊び心も満点の一品だ。今回は蓄光成形に輝くゴールド彩色が施されてのお届けとなります。デザイン上のポイントとなるボディのひだに沿って塗装することにより、カネゴンらしさと蓄光での発光具合を両立した仕上がりとなっているのにも注目してほしい。うん、ごく少数入荷につき売り切れ御免となるのでお見逃しなく。とても少ないです。はい、こちら発売日5月の20日土曜日、来週の土曜日ですね、11時から墓場の画廊中野店、そしてオンラインストアにて同時販売となります。US トイズさんのこうジャイアントシリーズ、あとはエレキングもございますね。それぐらいかな、カネゴン、エレキングね。どちらも、まあ、数は少ないんですが、まあ、少ないんですが、大変人気の商品ですぐなくなっちゃいます。うん、欲しい方はね、11時に買いに来るか、もうこうポチポチしてもらわないとゲットできませんね。ぜひこの光るカネゴン、蓄光ビームで照らしてみましょう。もう体全体がね、蓄光成形生かしておりますので、めちゃめちゃ光ると思います。あなたのお部屋を彩る蓄光のジャイアントカネゴン。うん、かわいいでしょ。そして先日かな、発売した、こちら、US トイズの SB カネゴン。ね。これも完売しております。ごめんなさい。このジャイアントカネゴンとの、このサイズ感の、ね。こんなに違います。SB カネゴン蓄光ゲットされた方も、ね、隣にどうでしょうか。同じ蓄光成形で、可愛いと思います。うん。おすすめのジャイアントカネゴン、ぜひ。OK!さあ、うん、今日はマックストイさんたくさん用意してくれていつもありがとうございます。人気メーカーマックストイからアストロモンスが襲来する。すごい、アストロモンス。ウルトラマン太郎第1話を飾った宇宙大怪獣が全高約25センチの堂々たるボリュームで登場だ。こちらも結構でかいソフビでございます。25センチ、3分割して可動域を広げた右手のムチ、このムチがね特徴ですよね。アストロモンス、何でも飲み込む腹部の
チグリスフラワー、チグリスフラワー、細かな造形で人気の本作。今回は黄緑成形とピンクの彩色で春らしい爽やかな塩でのお届けとなります。もう夏も近いですがね、まあ、春らしい塩。各部の角をはじめとするアクセントには紫と黄色を施して植物らしさを演出。美しい花にはトゲがある。ことわざ通り華麗さと怪獣らしい独特さを合わせ持った仕上がりにも注目してほしい。うん、ソフビらしいカラフルな仕上がりと秀逸な造形がマッチした見逃し厳禁の一品。はい、こちら5月の21日日曜日11時から墓場の画廊中野店、そしてオンラインストアにて同時販売となります。今回数が少ないですね。来週の18日から、ウルトラマン太郎、あ、ごめんなさい、ウルトラマンのね、アニメウルトラマン、ポップアップストア、そして、ウルトラマン太郎50周年記念ということでですね、まあ、特に太郎にね、焦点を当てた、つぶらいプロの公式イベント、墓場の画廊で開催しますが、つぶらい怪獣続々と、そして、太郎にね、関わる、ヒーロー怪獣登場しますので、まあ、その中の一つ、ということでございますが、アストロモンス第1話のインパクトありますよね。そしてこの植物らしい色合い、いいと思います。ぜひ5月の21日11時から通常販売になっておりますので、11時ですね。ぜひ欲しい方は、狙ってみてください。アストロモンス !OK! はいはい。さあ、続きまして、うん。いいですよ。墓場の生誕祭まだまだ続きます。光トイズが満を持して新作新設もののけ少女01ジョローグモオルタナティブを送り込む。長い名前だ。ジョローグモオルタナティブでいいかな。光トイズ、素晴らしい。前作同社がもののけ少女シリーズ初期にラインナップしたキャラクターをベースに新たな解釈を加え完成したのが本作。前作と共通する左右非対称、半人半獣のコンセプトはそのままに、最大の特徴となる蜘蛛の足をダイナミックかつボリュームたっぷりに造形した。うん、進化した。ジョローグモ。感情を読み取れない不気味な蜘蛛の目と、うっすら笑みを浮かべた少女の表情が生み出すギャップにも注目してほしい。今回は、墓場の画廊限定として重厚なメタルブラック成形をベースにダークにまとめた仕様でのお届けとなる。要所を占めるレッドとゴールドで妖艶な雰囲気を醸し出しながら、丹念に作り込まれた彫刻の魅力にも引き立た、彫刻の魅力も引き立たせる色調は必見だ。鮮やかに生まれ変わったシリーズ期待の新作を見逃すな。はい、こちらも抽選販売となります。5月の29日月曜日、5月の29日月曜日18時から5月の30日火曜日23時59分までの抽選販売となります。うん、光トイズ、もののけ少女シリーズね、昨年登場して話題を呼んでおりますが、その時に登場したジョローグモ、はい、こちらでございます。その去年発売、されたジョローグモね、こちらがこのような進化を遂げました。うん、新造形のジョローグモ、今これちょっとレジンなのでね、若干変わるかと思います。これはソフビになります。今これちょっと重たいレジンキャストでございますが、これソフビとしてお届け。うん、このね、クモの足、これがこう、まあ、立ちポーズからちょっと座りポーズになったのと、まあ、足がこう太く、まあ何でしょうね、バランスよくというか伸びております。うん、まあとはいえおぞましい一品でございますが、光トイズ新作ジョローグモオルタナティブ抽選販売いたします。ぜひ光トイズファンの皆さんはチェックしてみてください。オッケー。はーい、続きまして、まだまだありますよ。うん、
AJ 特撮ファンから熱い信頼を寄せられるメーカー CCP のヘドラ上陸機が装いも新たに墓場の画廊に襲来。抜群のボリューム感で人気の本作がド派手なカラーで登場。ドスン AJ カラー。どうでしょう、今回の配色を考案したのは独自のセンスを貫きファンを魅了するソフビメーカーアートジャンキー AJ。 ソフビファンにはヘドラのイメージカラーとして鉄板のイエローをベースとしながらアクセントに鮮烈かつ独々しいカラーをチョイス。存分に持ち前のテイストを発揮しつつもどこか懐かしい雰囲気も残した仕上がりは必見だ。発売は5月28日日曜日11時から墓場の画廊中野店とオンラインストアにて発売開始となります。 CCP そしてアートジャンキー2大メーカーががっちりタッグを組んだ注目作を見逃すな。5月28日日曜日11時から発売となります。ヘドラの上陸機、CCP のね、3作このサイズのもの、大きなサイズのヘドラ CCP がございますが、まずは上陸機 AJ バージョンでございます。このカラーリングね、もう AJ らしい、カラーでございます。今回 AJ カラープラスとなっております。通常の AJ カラーより、まあ、1色増えてるっていうようなね話を聞いておりますが、まあAJ らしいヘドラでございますが、結構ねカラフルなソフビのファンの皆様には刺さる彩色じゃないでしょうか。またこのねイエロー成形の、まあ、ヘドラのおもちゃっぽいこの素体の素体色、これもねキュンキュン来るかと思います。ヘドラ上陸機 AJ カラープラスぜひ。オッケー、さあさあ、はい、続きまして、1年に1回、登場いたしますが、1回と言います2回も3回も登場してほしいんですがね、去年も今年もお付き合いいただきました墓場の生誕祭に木内歯科医院ね、歯医者さんです、木内歯科医院生九州の九州ちゃんがやってきた。かわいい九州ちゃんクワンタム。墓場の画廊ファンには毎年の生誕祭でお馴染みとなるキュートな九州が今年も登場。今回は世界的人気を誇るゲーム内に登場するドリンクからインスパイアされたというクワンタム仕様でのお届け。クワンタムという物理学で量子を意味し、飛躍的、画期的という形容詞でも使われる単語を冠した通り、以前のアイテムを知る方にもこれまでにもない魅力を感じさせる仕上がりとなっております。清涼感たっぷりのクリアブルー成形にイエローの瞳が映える新たな QC ちゃんを見逃すな。ね、QC ちゃん集めてるっていうファンの皆さん、いっぱいいます。特に女性も多いですよね、QC ちゃんファン。そして歯医者さん、歯医者さん今ね見てる方いらっしゃいますでしょうか。歯医者さんにこう並べてるっていうね、方もいらっしゃいますが、とても人気のある、まあ、2パーツの、まあ、九歯、歯のソフビでございます。はい、こちら5月の27日、27日土曜日11時から、墓場の画廊中野店、そしてオンラインストアにて通常販売、レジにてご購入いただけます。抽選ではございませんよ。お気をつけてください。5月の27日土曜日にお店に来るか、オンラインストアでポチポチやってください。結構すぐになくなってしまいます。いつもね、欲しい方は、海外の方なんかもね結構集めてる方もいらっしゃるので、ぜひ27日土曜日11時にチェックしてください。キューチシカイン、九州のキューシーちゃん、一年に一度の登場、可愛い歯のソフビクワンタム、クリアブルー成形でございます。とても綺麗な一品、ぜひ。 NEXT OK。 さあ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 、続きまして、US Toys ね、さっきはちょっとその金子ももう一回出してみようか。墓場の画廊に US タイズビール箱シリーズから新色が登場。もう最近ね大ブレイクしております US トイさんのビール箱シリーズ。今回登場するのはこちら、古代怪獣ゴメス、巨大猿ゴロー、
透明怪獣ネロンガの3体。うん。ウルトラシリーズの幕を開けた名獣ゴメスは、ソフビファンには馴染み深いブルー彩色でのラインナップ。ゴメス、愛らしい表情が印象的なゴロー、オレンジとメタリックカラーが上品な印象を与えるアイテムになっております。そして映画新ウルトラマンでの活躍も記憶に新しいネロンガ、王道怪獣らしいデザインと美しいグリーンがマッチした一品だ。それぞれ単品はもちろん、並んだ際のバランス感にも配慮したカラフルな仕上がりとなっております。手のひらサイズながらも大きな存在感を放つ怪獣たちに要注目だ。ウルトラマン太郎ね、ポップアップストアやってる最中に発売されます。5月の28日日曜日、5月の28日日曜日11時から、こちらも一般販売、墓場の画廊中野店、そしてオンラインストアにて、同時販売されますので、ぜひチェックしてみてください。うん、3色かわいいでしょ。まあ、非常に、まあ、ビール箱シリーズ人気があります。手のひらサイズでね、バランス感もとてもいいソフビでございます。サイズ感、先ほどのジャイアントカネゴンと比べるのはまあどうかと思いますが、こちらがゴロー、先ほどのジャイアントカネゴンはこう、これくらいのね差がございますよ。うん、まあちっちゃいソフビ、ミニソフビを集めてる皆さんもね、怪獣ソフビファンの皆さんの刺さるレトロソフビ造形が好きなね、丸っこ可愛い造形好きな皆さんいっぱいいらっしゃいますよね。ぜひチェックしてみてください。こちら5月の28日11時からの発売、オンラインストアと店舗の方で販売いたします。数量限定です。とても少ないです。ぜひ。OK! はいはいはい。はい。ね、今日は2週間ぶりということで結構ね、たくさんのソフビをご案内させていただきましたが、現在ですね、受注受付中でございますが、ゴリラマン、うん、こちらが、もうすぐね受注の締め切りとなりますので、ぜひねこの機会、なかなか、まあ、初めてだと思います、ゴリラマンの装備、ゲットできるチャンスでございますので、お見逃しなく。ゴリラマン、そして現在墓場の画廊中野店、ショーケースの方でですね展開しております猛虎山の世界、これ何のことだかね、いろいろね今噂が飛び交っておりますが、猛虎山やりますよ、墓場の画廊と今年はでかいイベントをやっちゃうぜ。第1回猛虎山×墓場の画廊店頭ソフビ販売会を開催、イエーイ、パチ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 、イエス、ゴリラファン店、うん、今年7周年を迎え、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの猛虎山、魅力が詰まったイベントに今から胸が熱くなる。当日は主催の本出しを迎え、ファンとの交流を深める特別な空間になります。いいですか、猛虎山の世界、こちら墓場の画廊中野店にて店頭販売会でございます。うん、まだね詳細情報を全ては固まっておりません。今日はねちょっとフライングの情報なんですが、日程だけ共有したいと思います。対面式販売会は6月24日土曜日、6月24日土曜日朝の、いいですか、8時半、早いね、今年も早いですよ。墓場の画廊の販売会は早い。朝の8時半から10時半まで2時間の特別プログラム。墓場の画廊中野店にて、猛虎山の世界特別販売会を実施だ。猛虎山ファンの皆さん、ね、このコロナも明けたい。海外からもぜひいらっしゃってください。うん。まだね、ただ人数や、詳細情報っていうのは、これから徐々に発表になりますので、今現在は墓場の中野店にて毎週、そのラインナップのソフビをですね、今増やして展示している状態でございます。まあ、こちらは大人気ゴリラフランテン、各クリアのね、素体で販売いたしますが、まあ、新作のエビ天猫か、
エビ天ゾンビ猫か。うん。やばいでしょ。本気でございます、猛虎山。めくるめくたんびなソフビの世界。あなたを猛虎山の世界へいざないます。うん。アイドルシリーズもね、やばいっすよ。これメモグリ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 も欲しいでしょ、みんなね。これもとても綺麗な。そう、猛虎山さん、情報量がものすごいです。遊べる、見れる。そして綺麗。ね、この猫か。タイヤが目玉になってますよ、これ。やば。そう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 。はいはい。猛虎山の世界。6月の24日土曜日開催決定だ。みんな集まれ猛虎山ファン。待ってます。オッケー。次のインスタライブでね、販売するソフビのラインナップ、大体揃ってくると思いますので、詳細情報お届けしますので、絶対見逃すなよ。OK。さあ、そして、ウルトラマン太郎、ね、みんな大好き太郎、50周年でございます。太郎といえばね、お待ちかね、久しぶりの、ブルマーク！オッケー、ブルマークのソフビも、もちろん登場するぜ。ここのところちょっとね、お休みしてたんですが、ウルトラマン太郎は、フルスイングで行かせていただきます。もちろん、各種太郎、そして、あの怪獣まで登場しますんで、ぜひね、ブルマークファンの皆様、レトロソフビファンの皆様、そして太郎ファンの皆様、絶対見逃せない情報が次の、インスタライブで登場するぜ。オッケー。じゃあね、今日はたくさん情報がございましたが、またまだまだ続く墓場の画廊のソフビ情報、次回のね、インスタライブでももうかなりボリューム盛りだくさんでお届けする予定でございます。そう、墓場の生誕祭もね、はい、暗黒民の皆さん待っててくださいよ。うん、新内登場します。まあいろいろとね、太郎をしかり、猛虎山の世界もしかり、うん、楽しみでワクワクが止まりません。ワクワクが、うん、というわけで今日もゆしでした。ありがとう。またね。はい、ありがとうございました。以上ソフビ情報でした。気になるソフビがございましたら、墓場の画廊中野店にて明日より展示しておりますので、ぜひともご来場いただければと思います。さて最後になりますが、今後墓場の画廊で行われるイベントをご紹介いたします。来週5月18日木曜からはアニメウルトラマンファイナルシーズン配信&ウルトラマン太郎放送化し50周年記念ポップアップスターを6月11日まで開催いたします。ただいまこちらのチラシを配布しております。アニメウルトラマンとウルトラマン太郎のこれまでの名場面の展示を中心に、貴重な制作資料や撮影で使用された衣装や小道具をショーケース内に展示、撮影で実際に使用されたウルトラマン太郎の展示は見逃せません。イベントのために企画制作された新作グッズも多数販売、人気の T シャツ、キャップなどのアパレル商品をはじめ、缶バッジやアクセサリーなどコレクション性の高い小物類や手ぬぐいや湯飲みといった墓場の画廊ならではのオリジナルアイテムを多数ラインナップしております。会場内では写真撮影スポットやメッセージボードなど、来場者の皆様が楽しめるような会場限定企画も準備中です。一度ならず二度三度来ても新たな体験が楽しめる特別なイベントとなっております。世代を超えて愛されるウルトラマンシリーズの世界、新旧ファンともに楽しめる特別企画にぜひご来場ください。ということで、こちらのチラシ現在配布中でございます。この週末ね、ジュシーサンダーライガー店に来ていただきまして、こちらのチラシをね、ゲットしていただければと思います。アニメウルトラマンファイナルシーズン配信&ウルトラマン太郎放送開始50周年ポップアップストアは5月18日木曜からスタートとなります。どうぞよろしくお願いいたします。また全国にて墓場の画廊プロデュースイベントを開催中です。今週末5月13日土曜から大阪梅田ハンズ梅田店にて、漫画家井上さんと先生の代表作東京トライブシリーズ30周年を記念した、井上サンタ店ポップスターを開催いたします。
大阪県民の方はぜひともご来場ください。そして、来週5月16日火曜日からは福岡にございますハンズ博多店にて80年代にカーマニアを熱狂させた伝説的レース漫画よろしくメカドックのポップアップストアを開催いたします。九州地方の方はぜひともご来場ください。そして5月26日金曜日からは大阪梅田ロフトにてメカ生命体ゾイドシリーズが今年で40周年ということでそちらを記念したゾイド展を開催いたします。こちら前売り券絶賛発売中ですのでぜひともお買い求めいただければと思います。今ご紹介させていただきました、イベントについて、全ての詳しい情報は墓場の画廊ホームページに、掲載しておりますのでぜひともねこの後墓場の画廊のホームページの方をご確認いただければと思います。皆様のご来場心よりお待ちしております。さてお送りしてきました墓場の画廊インスタライブいかがだったでしょうか。次回は5月25日木曜20時半からの配信となります。ちょうど2週間後ですね。5月25日木曜20時半からの配信となります。まあ、繰り返しになりますが、後ろにございます、ジェシーサンダーライガー店は来週15日までとなっております。まあ、今週末ね、土日が最後のねチャンスとなると思いますのでまだ来られてない方はぜひともねご来場いただければと思いますし、まあ、スクリーンではね、ライガーさんのね、試合などもね、上映してますので、ぜひともね、そちらもご覧になっていただけたらと思います。次回は5月25日木曜20時半からの配信となります。ぜひともご覧ください。というわけで、本日も遅くまでどうもありがとうございました。今後も墓場の画廊中野店と墓場の画廊オンラインスタをどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。